勝手も負けても上がれますよ。えそうなの。ここで負けてもここ下がいないんで、もう上がりかぶってないそんなことない。4枚あるし、ベテランこれらないやん。これが乗っちょっても我慢なんか思うだけど、何もこんなにあると思ったらやっぱりなるんだよ。だからちょっとそこに終わりを決めないかんから、固まってすぐ負けたんじゃないか、選手が。負けても勝っても上がり。上がりです。ウォーミングアップです。そうなんです。5つ余るし、4つ負けちゃったんで、1個はくじ引きにしよう。つでも負けてもあるらしいから大丈夫です。いや、4つ選手がややこしいもんね。順番的に言ってもらう。これはほら、不戦勝へ、これは問題ないです。マイノさん、坂本さん、それだけを分けないから4番次はないかな。
分かっとったけど、焦ってふわっとしてるんですよ。ああ、そっか。おかしいな、結構。人が多いよね。何かなと思って。焦ったよ。どうしたの？友達の中で。俺をいじめなって。昨日結構きつめにあの、すげえ見てる。それでもあらまんぱだからね、うん、そうだね、BK2 にしてて
昔流行ってたね、BK2 をつけて。だから BK2 につけてやったら、BK2 と合うと思う。それ、BK2 プレプレ。これめんどくさいなぁ。あとであの、プレイで。プレイみたいな。みんなそれがいいやん、お前。ビリヤードな、やっぱりしんどいなって。これ、退散しろと思って。ただの、スポーツグリップには合わんかった。BK2 につけてないから。だけど斬新やね。斬新やね。いや、ブレイキングやろ。絶対めっちゃ面白いやろ。字じゃ怖いやろ。逆に保険に入る。ああ、保険も出さない。
子供の学習保険の全部僕の名前やな。かろうじて自分の保険だけ更新僕も会員になるんですけど、会員になるんですけど、ダメっていうのが入ってたんですよ。それで3年間取ってなかったら保険も入ってない。学習保険とか、お母さんの名前とか、お母ちゃんの名前とかで入らないから、そう、閉めてるところってだと思います。そう、今、薬の施設のあれで、大体ですよ、行かない。ここは何かしても、って言って、条件付けられる。薬の出ないと、どうしよう。薬の出ないと、どうしよう。もう入院したもん。うん。確かに。目に来てない。目、でも、腫れちゃうというか、思ってるっていう。入院するのは、中華とか中華とか、こんなんなんですよ。こんなんですよ。お箸持ったこんなんなんですよ。70度見る箸がよかった。食感とか。宇宙とか、あとこんなん触れるじゃん。こんなんなんだ。これ絶対に R10 やと思う。パーキンソン病だと思う。ああ。
優しい。優しい。美味しい岬が釣れるポイント見つけた。どこ？で。またあの、じゃあ超歩いて通る。3分で行く。平地だから楽。行こうか。A 君も誘って。A 君上がってこれさ。みんなそこだね。うん。やばかった。ジョー君がおらなかった。やばかった。どれ倍だったかな、あれ。平均が4もちゃう。俺、あれ、写真見て。明るい店やったら、まだ、その、いけそうな機能と、古いなってくると上がるだろ。バス行くも上がるよ。まず行きたい。お前平地ついてるからよ。平地ついてる。アジ釣ってきてくる。アジ釣る。アジ釣る。釣れるの？アジ釣る。行ってきちゃうから。アジ食いたい。アジ行ってこい。マキさんでも去っていけよ。ジョークも来るし。ええな、あんたたち。夕方行けるから。結局、全然釣れるかも。ねえ、あんなげ。一回行って釣れんけんまで。この間、アジ釣れる。尺アジが上がりやすい。絶対、絶対ええ。けど、釣れないけど。バットのフォローよ。バットのフォローだってね。バットのバランス。けど、俺のバット。食いたいけど俺のシャフト他の美味しかったね。今日は使って戻せない。そうだね。それより一回つぼってみた。もしくはもう夜中に来て見えちゃった。あいつちゃん。それなりに違いもあるし、それなりに元からワクワクね、あの来たからね、磯臭さもないないない。変なやっぱ磯臭さがないよ。こういう感じで見ようかな。こういう気持ちよく言いますよ。卵は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 寒いのがこう直だったりはない。
早い。イサギ美味しい。飲みよう。イサギつまみたい。歩いて散歩。ヘイタン。ほら、終わった。歩いて散歩。4番テーブル。徳平さん、ヨシヤ。4番テーブルで試合です。昨日行っとってよ。準備も何にも俺してなかった。一歩目。なんか消えてる。あ、席。4番だったら。やってたから。1箇所もないよ。落ちたら死ぬって。
行ったらね、子供もね、チェコの方が来るので、2、3年行った時に、なんか本当にね、前くらいのところにおっさんがね、もうちょっと広いけど、こんもうなって座って、くっ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 テーブル越えちゃってドライブもやつ。全部で進行とかやる前もこんな取ってこんなやってドラゴンやったけど、今弱み弱が足の進行できたせん時から作る途中で入れたけど、俺本番入って遊びに行ったけど最初。影が生えてるから上がれたら上がれたら一回そのなってたら自分はちょっと分からなくなるだから仕事に行ったらもうここでここまで遊ばれるっていうのはあの辺の学校の人ずっと言われ続ける気がするよく言ってたらの間で伊勢人の人が落ちて結局なんか捜索されて出てこうかなとか要はあるけどそんなの YouTube でもテトラで死んだのってなんかいっぱい出てくるのそれをどっかシンポもなくなってるよ。Thank you.
あれ
紹介してくれるんだろうね、帰るところ。え、物だな、行ったら多いよ、はずまない。あんまり高いな。いや、それが田島のところに頼んだらね、安いなって。安いというかね、うちの弟の嫁が室で、ほら。それで多分その近所の知り合いに。あ、ミツル、ミツル好きや。あ、でも2割引き継いじゃん。だからこんな暖房を引き継いで、テトラパックとか何本？2万とか、なんか2万とか。キロとかで、これ。密輸やん。どこかで取っていい浜があるらしいで、うん、その漁業権が。取られるの？取られるの？取られるの？基本取られんがで。美味しいもん。そうなの？美味しいもん。美味しいもん。もう長野取られない。美味しいもん。基本取られない。意外だ。もう一本取らん。いか自由。金にはもう基本いかん。ボスカイプでいっぱい。あれ何けど、潜ったりしたらいかんがやろ、なんか。あ、もう漁業権持ってる。仕事お金払ってる。俺らも潜ってたら。魚はかまるね。え、魚も結構、なんか潜ったらいかん場所とかあるらしい。あ、そう。俺も。同じ人の考えね。俺のね、田舎はね、島の中で食べたら OK やったけどね。あ、そう。うん、もあの島から持ち出す側はダメだったけど、まあ、取って食う側は全然どうぞできなかった。沖の島。日本側。あ、そのままや。だから俺はサザエとかアワビとか海好きじゃないんだけど、子供の時嫌というほど食う中。だって宇宙人は宇宙人は京都や。京都。すごいね。これを見よう。ブイ、ブイ、アワビ取れる。そう。俺もっとすごいよな。最近 Google Earth で見たらないなっちゃったけど、昔ね、田舎の方の船着き場って石垣やん。あ、石垣に。夜よ。海中電灯って言って、ちょっと来ないかな。サメ。広島で、島根の島根の島根ですよ。テレビで可愛い島根。全然やんがよ。え、島根？島根県の島根。ああ、俺そこも。違う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 。だって日本海、日本海、日本海。ああ。サザエはもうあれ、角が入っちゃう。荒波にもまれて。でかい。あの大きいでしょ。結構島がなんか出てるから。知りたいね。知りたい。水戸作りじゃないでね。分かった。絶対いいやつやろ。いいやつやろ。あ、マジで？えっと、プロペラだったらコンポタージュ。え、名字なんやったっけ？
名字は見てるんですよ。ちゃんと飛ばしてる。どうしよう。あれ山さんよ。それは冗談よ。それからここ。島君、津島君。